総本山第67世日系上人芸家ご教示、すべては正代から。第39条高専ルフの大革新。大上人は戦時上に、日本ないし世界中の人々が一堂に南明法蓮華経の題目を唱え、高専ルフすることを大革新のもとに述べられた。今、消防の寺院布教所が日本ないし世界各所に建立され、担当指導教師を中心に国内外の信徒が信仰に励み題目を唱えている。すなわち着々として大上人のご禁言が実現を始めつつある。末法は万年妙法ルフの時代であり、この正常の大法を保ち高専ルフする者は我ら日蓮宗宗の相続である。我らはこの大上人のご禁言を拝し、絶対の真力をもって正代し釈伏に邁進すべきである。